内田博十11月20日台は、日本の写真家、都道府県職員。山梨県職員として、農業改良普及事業に携わる。1950年頃に、農業普及の記録、広報のために写真をはじめ、本業の方タ農村写真を撮る。写真は、昭和30年代から平成期にわたる農家の日常、養蚕などの制御を、年中行事、祭礼。 農業改善活動、災害復旧などで、ネガは3000本以上に及ぶ。撮影年月、場所が記録されているため、歴史、民族資料としても注目されている。県職員を退職後は、日本農業新聞の記者として取材を行う。写真集に、アメリカの農業、バングラデシュの村、農村夫人の歌がある。二千七年には、 山梨県立博物館で人と動物の昭和視点が開催され、内田の写真の中から山梨県の農村における家畜など動物に関する写真が選ばれて出展された。2010年には地域資料デジタル化研究会により内田博史撮影の写真資料4000点がデジタル化され山梨県立博物館に帰宅された。農村人の死 P158ABCD 人と動物の昭和詩、P143、農村婦人の詩、P158、農村婦人の詩、P158、農村婦人の詩、P159。ありがとうございます。